どうもひよりんごです。今日の動画は、今日はですね、もう渾身のセブンイレブンでめっちゃ美味しいものが売っていて、もうね、私5回は食べたんじゃない、もう5回でとどまらないかもしれないぐらい食べた、めちゃくちゃおすすめ、今まで食べてきた中でも結構上位食い込むぐらいおすすめの商品を買ってきたので食べていきたいと思います。それが何かと言いますと、じゃあこちら見える、海鮮あんかけチャーハンっていうものが売り出してからもう私10回ぐらい食べたのかなって思います。もう食べたよこちら一旦チンしてきますね、その後食べたいと思います。はい、今チンしてきたんですけれども、これね、1個注意点があって、めちゃくちゃ熱いからほんとマグマ、片栗粉をね使う食べ物が私大好きなの、なんだろう、とろみ好き女子なんですけど、これはねめっちゃ熱い、規定の時間はやばい、4分やってるんですけど、もうめっちゃ熱いから、でも行くよ、見ててね、見えるかな、行きます。これをこうしてかけて食べるの、もうこれは本当に美味しいから皆さんおすすめ。箸じゃないじゃん、スプーンじゃん。レンゲにしました。では皆さんいただきます。これはね、もう本当大優勝だよ、大優勝で美味しいです。ただ熱いからね、そこだけ気をつけて、みんなこれで何度口の中やけどしたことでしょう。うん、本当に美味しい、もうこれはずっとレギュラーメニューでお願いしますセブンさんってぐらい美味しい。じゃあ熱いの、うん、美味しい、うん、海鮮が好きな人はすんごい海鮮の味がするからおすすめで、エビとかイカとかね、いろんな海鮮が入ってる。あとね、普通のご飯じゃなくてチャーハンってとこもまた美味しいポイントなんだよね。うん、やばい、夢中になっちゃう。あとね、ここで私はこちらラー油をかけます。ちょっと味変したいかったりして食べてる方、もう私は1回目とかはもうこの美味しさを楽しんだんだけど、まあ10回とかになるとちょっと飽きてくるじゃないですか。でもまたこれラー油をかけるとまた別物です、めちゃくちゃ美味しい。うん、辛いものが苦手な方はごま油でも全然違う、超美味しくなる。でもこう何、本来のこの商品が美味しいからこそ美味しいって感じだから、味変アイテムって思っていただいていただければ、評論家みたいになってますけどうん、エビも大きいのよ、大きいエビが入ってます。うん、プリプリ、うん、優勝すぎなんだよねこれ。うん、ほんと美味しい。
ごちそうさまでした。これね、意外とボリューミーなんだよね。結構お腹いっぱいになる。これは今1個で結構お腹いっぱいだなっていう感じです。なのでね、これ地域によって売ってないとかあるのかなって思うんですけど、もし見かけたらぜひ私のもう大おすすめなので買ってみて食べてみてください。なんかさ、私最近もう本当に猫ちゃんが飼いたくて、私が好きな種類がマンチカンっていう種類なんですけど、もう本当に飼いたいの。でさ、引っ越す気がなくても物件が見るのが結構好きなので、物件とかを見ると、例えばこう探してるエリアで100件あったとするでしょ。でもペットか、ペット相談かとかにすると5件とか、まあ、よくて10件みたいな。えみたいになるよね。もう今さ、日本はこんなにペットをもう家族だよっていう時代というか、時代なのになぜ家はダメみたいな感じですよね。本当になんかペット家じゃない物件だったら超綺麗なわけよ。でもペット家に設定すると、まあ普通の物件だったりとか古い物件とかが多く出てきちゃったりするんだよね。まあそれでも飼えたら私は幸せだから、どこに住むかじゃなくて誰と住むか、もうマンチカンちゃんをね迎えたいと思っているんですけど、まずは引っ越しからだと思ってまあいるんですけれども、本当に飼いたいマンチカン。まあ別にマンチカンじゃなくてもいいんですけど、私結構いろんな猫ちゃんを見てきたんですよ。猫カフェでアルバイトしてた時があったので、猫の種類なんて本当ペルシャぐらいしか知らなかった。あとアメリカンショートヘアぐらいしか知らなかったんですけど、でもねめっちゃいるんだよ。まあそれ当たり前なんですけど、初めて聞いたなと思ったのがノルウェージャンフォレストキャットとか、あとメインクーンは皆さん知ってるかな、あの大きくなる猫ちゃんとか、あとなんだろう、ソマリとかシンガプーラとか。もう犬だったらさ、チワワとかダックスとかはさ、飼ったことなくても聞いたことはあるじゃないですか。でも猫の種類って、もう日本猫が代表すぎて、ノラちゃんね、ノラちゃんのなんか雑種のことを日本猫っていうらしいんですけど、まあ、それも私知らなくて、日本猫っていう、もう外にいる猫ちゃんしかいないって思ってたから、なんか種類を飼ってる人っていうイメージがあまりなくて、私の周りでも猫飼ってる方いるんですけど、やっぱり保護ちゃんとかを迎えたり、まあ保護猫が一番いいと思うんだけどね。そうね、でもやっぱマンチカンが飼いたいっていうあれがあるな、夢があります。でもわかんない、保護ちゃんで運命を感じたら保護ちゃん飼うし、日本猫ちゃんね、その辺はちょっともう私のフィーリングと猫ちゃんのフィーリングで決めてほしいんですけど、まあこの物件だとね、今のところは飼えないんです、猫ちゃんが。だからいつかね引っ越して猫を飼いたいという話でございました。私アレルギーがないので21匹のお世話を一人でしてる時間もあって、猫カフェだからさ、シフト制なんですけど、朝晩の人たちは猫ちゃんをまず起こすというか、猫ちゃんを、ゲージから、ゲージで寝てる子はゲージから出してあげて、で拭いたりとか、あとお掃除して、で朝ごはんをあげるとかなんですけど、一人で21匹のご飯めっちゃ大変なの。もうこうダーンって倒されるとか、日常茶飯事だし。いやでもね、最後の方はプロくなってた。まあ、1年ぐらい働いたんですけど、こう顎とこうルルルルルってなってるから、顎らへんと持つとこを固定すれば猫がバーンって来ても大丈夫なんですよってやってました。そういうね経験もあり、実家では犬を飼ってるからめちゃくちゃ犬派だったんですけど、やっぱ猫を知ると猫ちゃんも可愛いなと思います。なんで私が最近猫を飼いたいかっていうと、やっぱ散歩に行かなきゃいけないワンちゃんほど責任を負うっていうのはできないと。まあできないのに飼うよりできないとして飼わない方が絶対いい派なんです。なんで今はまだ犬を飼う時じゃないと思ってて、ワンちゃんを飼うなら大型犬がいいんですよ。
なんで賃貸とかでやっぱ大型犬飼えないなって思うので、いつか一生でいつかはワンちゃん迎えたいって思うんですけど、まあ20年生きると見ての逆算で、まあそうですね、50歳ぐらいまでには飼わないとなって思ってるんですけど、今じゃないと思ってて、猫ちゃんは集団生活をする動物ではないんですよ。習性はあるよ。こうなんだろう、朝ごはん食べてトイレに行って窓の外を見てとか、そういうルーティーンは猫ちゃんしっかりあるんですけど、それのルーティーンって自分だけなんですよ。一人のルーティーンだからね。なんだろう、こう私と猫ちゃんとかって絶対距離感がいいと思うの。まあでも私は結構ウニュウニュウニュってしたいんだけど、今はね撮影とかもあるし、こう生活リズムとかもあるしね。なのでそうだね、ワンちゃんだと規則正しく朝と夜散歩に行くとかを考えたら、猫ちゃんの自由気ままな感じが今には合ってるのかなと思って、今は猫ちゃんを飼いたいと思ってます。まあ飼いたい止まりで飼ってないんですけど、そういうお話でした。でもね、その夢膨らみながら物件見たりするのって本当に楽しいから、皆さん物件見てみてください。見てみてくださいっておかしいけど、一人暮らしとかね、あのしたいなとか考えてる方、見るだけでもね結構夢が膨らんで楽しいです。前ね、私ちっちゃい頃、おばさんがいるんだけど、お父さんのお姉ちゃんがいるんだけど、ハワイとか海外が好きなおばさんで、で私は海外行ったことないんですよ、未だに。今行けんのにね、行けないけど、コロナで都市的には行けるんだけど行ったことなくて、ただ小さい頃行きたかったんですよ。まだ病気になる前かな、行きたかったんです。で行きたいって思ってたんですけど、そのおばさんとハワイに行ったら何するっていう話をするだけでめっちゃ楽しかった。なんならもうそれで満足してたかも。ハワイに行ったらまずここに行ってとか、おばさんはいっぱい知ってるからハワイ事情を、こういうとこがあって綺麗なんだよとか、そうなんだ、じゃあ朝はそこだねみたいな話をしてすっごい楽しかった。だから妄想は本当無限大っていう話です。話でした。皆さんご飯食べ終わりましたかね。私さ、早食いだからさ、ちょっと尺がもう本当に短いと思って、ちょっとおしゃべりしちゃいましたが、皆さんと今日も一緒にご飯が食べれて本当に良かったです。ありがとうございます。セブンイレブンのあんかけチャーハン、すごくおすすめなので皆さんも食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。良ければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。なんかここかゆい、蚊に刺されみたいな、なんかかゆい。もう蚊も出てくる季節ですね。梅雨ほんと嫌ですけど、みんなで乗り切りましょう。ということで、おやすみ。